アナメさんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済な生活をして気をつけてること3つということで、今回は僕がスマホ決済な生活をして約数ヶ月ほど経つんですけども、まあ僕なりに気をつけてることを3つほどまとめてみました。 ということで、まず一つ目っていうのは、ポイントカードと含め20ドりできるか確認ということで、これはちょくちょくコメントでもいただいてるんですが、まあ、いい例で言うとコンビニとかですね。まあ、例えば、ローソンだったら決済するときにスマホ決済プラスポンタカード、ファミリーマートだったらスマホ決済プラス T カード、あとは、家電量販店やドラッグストアなど、ポイントカードを出すという感じで、スマホ決済だけでも数お得なのに、さらに追い打ちをかけるかのようにポイントカードを出すということですね。まあ、僕自身全然知識がなかったときは、ポイントカードを出すのを、まあ、 忘れてしまうことはああったんですすがここ最近は減りりつつありますというのも、まあ、ローソンのポンタカード、T カード、あとは、ヨドバシカメラの一部のポイントカードに関しては、スマートフォンで管理ができるので、キャッシュレスというよりかは、スマホってやっぱすげえなーってなりますね。このスマホのおかげで、キャッシュレス生活が成り立ってると言っても過言ではないです。 まあ、キャッシュレス生活を始める前はあまりポイントって気にすることはなかったんですが、まあ、せっかくお得になるならと思って貯め始めたら結構楽しいもんですね。まあ、おかげさまで気がついたらポイント何倍とかの日があればちょっと敏感になるようになりました。次に二つ目は、キャンペーンを常にチェックということで、基本的には僕自身は Twitter やニュースサイトから情報を参考にさせていただくことが多いです。 まあその中でもツイッターとかで公式の情報をいち早く知りたいので僕の場合は PayPay とかのツイッターの通知をオンにしています。まあやり方は下に出てる通りなんですけどもこの公式のアカウントの右側にあるベルのマークをタップしてそしたら通知をオンにするだけで大丈夫です。なのでまあ PayPay の公式がツイッターでつぶやくために通知が来るので ま、人によってはちょっと鬱陶しいなと感じてしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。まあ、ですが、ペイペイとかの公式はそんなに多く呟くことはないので、僕的にはちょうどいいかなというふうに思っています。なので、僕はペイペイはじめ、l i n e イ、メルペイ、i 折り紙ペイなど、まあ、公式アカウントをフォローして通知をオンにしています。最後の三つ目は、あまり張り切りすぎないということですね。まあ、さっきのキャンペーンと関連するんですが、キャンペーンだからといって、いつも以上にスーパーとかで食材とか購入してしまうと、気がついたら賞味期限が切れて まあ、傷んでたりまあるののののでででせっっっかかく還元のキャンンペーンななななににもたたいないこととりかねないのでちょっとした注意が必要ですそ,、まあ、そんな僕もセブンイレブンで大好きなバナナチップスチョコをちょくちょく買って冷凍庫に入れて保存してるんですがたまーにいつも以上に買いすぎてしまうこともあるのでまあ本当に頑張ったご褒美程度に食べていますなので無理に使わずいつも通りのお買い物や外食をした時にちょっとお得になったらラッキーって感じで使うぐらいが僕的にはちょうどいいですね、まあ、やっぱりり還元になてしまうと 思わず使いすぎてしまったり本当に感覚がおかしくなってたりする感じがするので、まあ、僕自身もちょっと気をつけたいところではあります PayPay、まあペペの20%還元も終わりに近づいてきてるので、まあ、食品だったら保存がきくものであったりあとは他の生活必要品も含めて計画的に揃えるのがいいのかなと思います、まあ、そんな困難で今回はスマホ決済の生活をして気をつけてること3つということでポイントカードと含めて二重取りができるか確認キャンペーンを常にチェック あまり張り切りすぎないということですね。まあ今お伝えしたことについてもうでにそんなの知ってるわ当たり前だろみたいな意見もあるかもしれませんが、まあそこはそっと心の中にしまっておいてください。まあぜひですね、このスマホ決済やキャッシュレスをしている上で何か気をつけていることなどがあれば、下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。